にちは、授業準備 TV のゆめのんです。夏の間、本を読んだり講座を聞いたりして、さまざまなノウハウを学んでいる先生方も多いのではないでしょうか。しかし、学んだはいいものの、うまく活かすことができていない気がするとお悩みになったことはありませんか？そこで今回は、投稿者の先生にお寄せいただいた、なぜノウハウを学ぶのか、そして学んだノウハウをどう活かすのかについてご紹介します。このチャンネルでは、先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録をお願いします。そもそもノウハウとは何でしょうか？ノウハウという言葉を検索すると、専門的な技術やその積み重ねのことや、仕事を進めるための知識のことと出てきます。つまり、その言葉自体に意味があるのではなく、何かを実現するためのものであると言えます。必要とされる専門的な技術や仕事を進めるための知識は、人によってそれぞれ違います。また同じ仕事の中でも、立場や役職によって変わります。例えば、子供たちに素敵な授業をするため、自分の仕事の効率をアップさせるため、学級経営をうまく行うためなど様々です。ここで重要なのは、なぜ学ぶのかについて常に意識することだそうです。なぜ学ぶのか、何のために学ぶかを考えずに漠然と学んでいても、短時間で忘れてしまい、自分の力にはなりません。毎日忙しい中、せっかく時間を割くのであれば、なぜ学ぶのかをしっかり意識して学んで、自分にとって意味のあるノウハウを手に入れてみてはいかがでしょうか。先ほどは、ノウハウはそれ自体に意味があるのではなく、何かを実現するためのものであるとお伝えしたように、ノウハウはいくら持っていても使わなければもったいないですよね。極端に言えば、100個のノウハウを持っていても1つしか活用できていない人と、2個のノウハウしか知らないけれどどちらも活用できている人とでは、後者の方が成果を出せる人と言えるのではないでしょうか。どれだけ知識をたくさん持っていても、使わなければ持っていないことと同じになってしまいます。もちろん、たくさんインプットすることはとても大事ですが、それ以上に学んだノウハウを使うことに時間を使ってみましょう。ノウハウを使って自分の実現したいことがうまくいったとき、その成功体験は別のノウハウを学ぶモチベーションにつながります。ノウハウを学ぶ、使う、使った効果を実感する、そしてまた学ぶ、このようないいサイクルを継続できるように、学びと実践をバランスよく進めてみてください。最後に、自分が学んだノウハウの効果を最大限にアップする方法をお伝えします。それは、共有することです。投稿者の先生によると、自分が使って良かったと思うノウハウは、周りの人にどんどん共有するのがおすすめとのことです。アウトプットすることで、自分の中で情報が整理され、無駄な部分が削ぎ落とされ、効果的な部分はより効果的にブラッシュアップされます。教えてもらう人にとっても、実体験に基づいた学びを得ることができて一石二鳥ですね。今回は、なぜノウハウを学ぶのか、そして学んだノウハウをどう活かすのかについてご紹介しました。ぜひ今回の動画でご紹介したノウハウを活かして、仕事や生活の中で実現したいことと向き合ってみる時間を作ってみてください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。